でございますもんね。一番の嵐の中イケメンって言われてる。あ、さようにございます。武将隊の松潤です。あ、あのもうこういうのは思い込みが大事です。ブーってやっていいんでしょ。ブーって来たぞ名古屋よしよ、拳上げてください。では参りましょう。皆の者、勝ち抜きだ。それえいえいあえいえいあえいえいあ。いや、一発で完璧じゃの。完璧、盛り上がってありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは皆様、このようによろしくお願いいたしま す。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊は戦国の世よりよみがえりし物の不襲団。本日は400年の時を超えてこの現代という戦国の世を生きる姫君、そして武将の方々にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存であります。浮世を忘れ存分に楽しまれよ。世は太平なる、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に方々は蘇る。次郎三郎、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。慶次郎、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。であるか。皆の者、出陣じゃ。おー、天下は当主、人は近し、愛し愛される大野が道、天下御免の歌舞伎者、前田慶次。どいつもこいつも金田天狗がうるさいの。楽しければええではないか。おう、皆わしが武将隊の末人だ。皆の衆、共に歌舞伎をぞ。わしの名は前田慶次。いや、我慢を重ねること幾数年、今の最後の全国を制覇した天下人、徳川家康。さあ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 、我ら名古屋おもてなし武将隊、嵐には負けとれんぞ。そう、笑顔でな。お主の笑顔もええな。お主の笑顔もええの。武士の笑顔も最高じゃ。もうまだ笑っとらんものがある。わしに任せよ。いやいない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 将軍効果抜群じゃろ。オンリエド本宮浄土が御旗のもと、我求めしは我願あふれる光の月、皆の衆共に参ろう。我こそは徳川家康。はあ、食い入れ、あげるな。その思いは尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。苛烈に波動を全うした天下人、織田信長。いやすれば、その生涯は光を放つ。わしが第六天魔王織田信長である。皆の者、名乗りを上げよう。誰だ。
勝負。それがわしの夢じゃった。あれから400年、また夢叶えるために蘇ってやったわ。なあ慶次郎。は、秀吉殿が信長様を引き継ぎこの国は整えた。さよう。源那演武、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて太平の世とする。今の時代はどうじゃ、聞いておらんのか。結構結構、この時代もその精神は続いておる。しかし今もまさに戦国太平になると、皆様も苦しい戦をよう戦っておると聞いております。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。は、長篠の戦いにございます。であるか、皆の者、しかとその目に焼き付けよ。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城を巡り、織田徳川連合軍38,000と武田軍15,000が激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、織田信長の巻。なんじゃ次郎三郎、怖い顔しとるの。なぜ我が軍に退却をご命じなさらぬ。時ではない。しかしこのままでは我が徳川の軍は総崩れとなる。お主の力はそんなものではなかろう。信長殿、勝ちとはないのか。勝てぬと申しておるのじゃ。はなたの坊主がようござ。織田の人質となり、幼少の身切りより大変お世話になり申した。ですがわしも一軍の大将、むざむざと家臣を死なせるわけには参りません。下がれ。徳殿、下がらぬというか、言いたいことがあるなら言え。我が軍に任せられるはなんて気ばかり。そのくせ援軍はよこされませぬ。こたびは参った。昨夜の軍議、我が中心酒井忠次の策をなぜあっさりと退けなさった。酒井の策こそ我らが勝機。勝機にあらず。信長殿は我が軍が壊滅し弱体化した後、この徳川も飲み込まれるおつもりか。いいやろう。徳川殿を助けるためにこちらに参ったのじゃ。さよう。なればこそこの戦、信長殿とわしは同格、主従の関係ではなかろう。であるな。我が軍は撤退します。申し上げます。武田勝頼軍が本陣を信玄丸の後ろまで移しました。勝ち戦と見て総攻めにかかるようです。のろしを上げ、酒井に告げよ。今こそ手柄を立てよと。今なんと、あの後信長様は酒井殿を呼び戻されたのだ。次郎三郎、お主は良い家臣を持ったな。まことにあっぱれな策じゃ。だが軍旗に患者が潜んでおらんとも限らんでな。相変わらずお人が悪い。敵は欺くに甘ずみ方からじゃ。土地では無断で境を借りた。今日の一番手柄は徳川じゃ。はっ。武田を滅ぼした後、駿河一国をお前にやる。ありがたき幸せ。勝ち行くのじゃ。存分に働き夢をつかめ。それえいえいあーえいえいあーえいえいあー。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる。皆の声を聞いた。一心に誰かを幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし部招待。はい。
や皆様ありがとうございました。我ら名古屋おもてなし武将隊は武将様6名そして陣笠隊4名比合計10名でこの名古屋城を拠点に様々な活動をしておりますゆえ、はい、そして今踊った通称パパイヤダンスと呼ばれる舞でございますが、こちらなぜパパイヤダンスとついておるのかというと、ほうほう、こちらの振り付け、なんとあのパパイヤ鈴木殿という有名な振り付け師の方につけていただいた振りでございます。そうじゃな。そして我らこちら武将様の甲冑、平均で約20キロの重さでございます。そんな20キロの甲冑を背負い今のパパイヤダンス激しい舞でございます。こちら踊っておりました。いやもうわしぶりじゃ言葉にすると相当な重みがございますが、いやしかし亀吉や、こんなにもたくさんの者たちが半ば嵐殿の目的に参っとるとはいえよう来てくれてありがとうさんじゃ。ありがとうございます。ちなみに愛知県外からやってきてよちも手挙げてみ、はい、あーすごいものすごいです。その中で全員の中で我ら名古屋おもてなし武将隊をラジオでもテレビでも雑誌でも何でもええ見聞きしたことがあるようちも手挙げてみ。おーありがとうさん。逆にじゃあ逆に反対に一切知らんくってたまたまこちらに居合わせたらおったようち不届き者手挙げてみ。あげづらいな。わー結構いる。よし、ええぞええぞ。信長殿、ああこの者たちを全員一列に並べて切りますから。いやいやいや、せっかく来ていただいたんですね。そしたら全員知っとるということになります。今日ドームにも行けんちゃう話だな。今日から我らこと知っていただいて、また我ら詳しいことは我ら日々日記帳いわゆるブログでございますの。そうじゃそう、アメーバー芸能人ブログもやっておりますゆえ、そしたらぜひご覧いただいて今日も更新しますゆえ。さようさよう。わしらはな男性ランキングをだいたい40位から20位の愛さを行ったり来たりしとるんだな。そうするとのとある現象があることにわしが気がついた。いつも例えば25位になった時に24位のお隣さんが志村けん殿、いつもそうなんじゃ。こたびもおそらくそうだでな、確認してくれな。さあそしてこれよりはなんとなんと戦国武将と一緒に写真を撮れるという、うん、写真列を2列作るんじゃ。実はわし徳川家康は次他の戦があるゆえこちらにおる信長殿、そして武将隊の松潤前田刑事がおるゆえな。取られました。ええな。取ったった。信長殿はどちらかいうと、わしジャニー北川殿かの。すべてを網羅した。さようですか。そんなに流暢に話される方でしたかと。ということでじゃあこれよりは写真列を2列作る。皆の衆よく聞くんじゃ。まずは今立って見ておる者たちよ。後方に大きな木が見えるじゃん。あち